繁華街藤頭の店舗を出て3年前に今の塩見町に移転してきました。来年50周年ですか。おめでとうございます。お父様の代から愛されているんですね。今はどのようなお花を取り扱っていらっしゃるでしょうか。お花一本の切り花から花束、アレンジメント、スタンド花、鉢物、生け花花材、お供え花、ウェディング、プリザーブドフラワー、ハーバリウム、アートフラワーなどたくさんの種類のお花を取り扱っています。また最近は熊さんのぬいぐるみ付きアートフラワーが人気です。さあ、そして松井さん、こちらでは教室なども行っていらっしゃるんですよね。はい、代表である母は他人性気球フラワー装飾技能士、フラワー装飾職業訓練指導員としてアレンジメント教室もやっております。詳しくは後にある電話0985-25-1725までご連絡ください。さて、これからイベントの多いシーズンが参ります。おすすめのお花ありますか。はい、花キューピットではウィンターフラワーギフト、お花が彩る素敵な一日ということで、クリスマスやお正月に一つのお花がラインナップされております。クリスマスツリーに見立てた可愛いアレンジメントや松やピンポンギフを使ったお正月花は豪華に彩る思います。さあ、それでは最後になりました。一言お願いします。はい、今年は新型コロナの影響でなかなか県外の人が帰省することができなかった友人方もたくさん来てしまう。花キューピットでは県外にもお花を送ることができますので、この機会に宮崎から大切な方へお花を送ってみてはいかがでしょうか。きっと喜ばれると思います。ご注文はお近くの花キューピット加盟店にお越しください。Thank you.